はい、どうも、アステルです。では続きやっていきましょう。一応ね、キャラチェンして、サマノスケ助けに行くところかな。あと子供救いに行くところ、雪丸だったっけ。それをやっていきましょう。あ、まあこれ経験値入んねえから戦ってもしゃあないかな。逃げよう。あの新しい鍵多分こっちだと思うんだよな。ここに確か鍵がかかってるところがあるはず。よし、宝。やり合ってもしゃあない、逃げよう。おい、邪魔邪魔。んで待って、おっ、ここは様の助じゃないといけない。おお、びっくりした。危ねえな。お、おいて。こいつは倒しといてやるか。あとは頑張れ。セーブポイントが見えたな。これは無理でしょう。あ、地図か。まあ、あ、なんか投げた。ちょっと回復しとくか。セーブは死んでもいいでしょう。あ、キーピック的なやつがあるのね。やりようないよ。邪魔邪魔邪魔。ういっ。ここは？また、おお、びっくりした。なんかこういうのやってるとね、なんだっけ、忘れたわ。どこかに仕掛けがある。仕掛けは引っ張るところがあるね、確かに。あ、じゃ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 。あ、ちょ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 、あ、ちょ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 、どうやって引くの？どんだけ背高いんだよ。 めっちゃ上じゃん。お、アングルが変わった。今だ。ほら、オッケー。2つ取れんのかこれ。お、あ、1つしか取れないんだ。グリーンハー、オッケー。でも、これ、これ、ほい。中から開くなら閉まんなくてもよくねって思うけどね。あ、トラップもこれで終わりか。あれのもう一つのかけらを取ってくれるのか。オッケー、オッケー。ついに私は神々の世界を見た。巨大な門の隙間から見えた真の魔界の世界。色があふれ出すあの光景、いかなる顔。はい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 。で、ここは何もないのね。ファイルぐらいか。そうだね、あの真ん中が足りねえな。あれを探しに行ってか。オッケー。ここの下行ってないな。下行ってみよう。絶対戦いたくねえ。あ、どっち？うえ。お、ここに歯車。こっちは？これにさっきの取ったやつ入れるのかな？金だからこっちか。ほい。で、歯車取ったからさっきんとこ戻って、多分そこにあんのかな。で、ここに歯車。いっちゃうわ。こうか。して回すと。おお。隠し部屋かい。
横に歯車じゃねえや。あれのもう一つだ。これかな。あったあったあった。OK。はい、じゃあここに切ってこれをはめると。やべえな、ボス、さすがにボスはねえよな。え、めっちゃ燃えてっけど。おお、来たか。来ましたか。これはもう、こうでしょ。で、5、6だから。あ、これ簡単だね。うい。ちょっと賢くなってきたな、これ。お、なんだこれ。武器強くなった？いいじゃん。おお、かっけ。なんか攻撃したら自分食らいそうな色してっけど大丈夫かこれ。お、はい。あ、ちゃ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 。うわ、うわ、じゃじゃじゃ、ちょっとカメラさん、そりゃダメだ。おお、びっくりした。うるや、オッケー。よいしょ、刺さってねえけど、オッケー。くないと、新しい文字と。あれ？ここしかないわけないよね。ん？道あったかな？いや、怖えんだよな。ほい。これ下行けんのか。はいはい。おお、びっくりした。そろそろなんか出そうだな。念のために回復しとこう。そこの人。ちょっと待ってて、今助けるわ。あなた、楓さんね。あ、この二人会ったことないんだね。左馬之助が昔手紙に書いてきたことがあるの。楓という忍びと一緒に旅をしているって。もしや、あなた様は。私も左馬之助と一緒にあちこち旅をしてみたい。雪姫様。楓さん、あなたが羨ましい。きっとできます。楓さん、お願い。私のことはもういいから、左馬之助と一緒に早くここから。諦めてはいけないわ。あなたを必ず自由にします。それはどうか。お、化け物。化け物。で、化け物だわな。お前はここで死んでおけ。お、なんだ。雪姫様。雪姫様。雪姫様。お、何？インビジボー？消える前に切る。おれ、おい。あ、消えたらあるか。見えてる、見えてる。こっちね。お、避けるとかあり？うい。おりゃ。弱いな。あ、痛い。それずるいわ。お、終わった？え、違う、終わってない。いる。おお。おりゃ、オッケー。これはやっぱりか、変わったな。
はい、サマノスケにチェンジ。セーブしとこう。なんか嫌な予感する。あとさっきね、3個の弾で解放とかあったから、弾あげとかんとな。あー間に合わんな。先にこれあげよう。あおー、またバッサバッサしないと全然足りねえぜ。お、あ、またセーブしてねえ。強化しかしてねえや。大丈夫かな。お、怖っ、目怖っ。おりゃ、攻撃する前に蹴る。いや、蹴りあるの、あ、蹴りあったのこれ。おーおーおー、ちょっと見えない見えない。よいしょ。蹴りずりな、蹴りで血が出るってどういうこと。うわ、あ、うお、ちょっと待った、ちょっと待てよ。こっちには回復っていうもんがんじゃ。おりゃ、これカウンターとかあんのかな。ないな。あ、弾けんのか。あ、ちょっと待って、ちょっと強い強い。あ、なんかもったいないやつか。大回復か。うりゃ、ざま、うい、蹴り入れてから切ってくんだろ。おう。うりゃ、わーっと跳ね返す。うい、どれ、カウントないよな。あんのかな。くそ、攻撃来た時に必殺だ、それしかない。あお、ごめんなさい。マジか、カウンターができないけど、待てよ、操作方法や。くそ、こっちはセーブしてねえんだよ。おお、ここじゃいか。後ろでも防御できるよね。どんだけ強いんじゃん。おお、あー、やばい、これは無理だ。あっていうことでね、透明なやつまで戻されましたよ。今ね、ちゃんとセーブしたんで、次は死んでも大丈夫。おい、ここだ。 OK、この時を狙ってやるしかないから。むずいなこいつ。武器変えてっか。このこれも防御される。当たんねー、危ない、見えない。あ、違う、背面パッドが刺さる。お、マジか、これも防御するんだ、すげえな。ここだ。オッケー、もう一丁来て。おい、おわー、
うい、あ、立ってない。カメラよ。次大振りになると思うんだけどな。うえ。あー、ここここ。くそ。もう死ぬわけにはいかん。俺に2回の敗北はないぞ。おりゃ。タイミングだな。こっち来いや。あの技が出るまでは待つ。ここだ。オーケー。ザクだ。うわ、なんかすごいゲームオーバー感あるね。うーい。よし。ん？こっちか？お、宝箱、回復アイテム。あー、あったね、これ開けるところ。これは橋を？お、このアイテムもう使っといた方がいいね。あ、てかこれも使ってねえんだな。オッケー。てかはしご速攻使うならもうかけといてくれよ。上かい。あー、でここになんのね。はいはい。ここがどこかよくわかんないけど。こっちでいいんだっけな。こっちか。できれば一回セーブポイント、うん、いっぱいいるからいいやもうこれ。あった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 。これまあさすがに連チャンでボスはないよな。お、来たな。セックスいいだね。プレステの頃にしてはセックスいいだね。おい、ちょっと待て、見ちゃダメだよ。え、キモ。え、戦うんか。おお。なんだこれ。この夢丸を助けることはもはやできやしない。お、キモ。サマノスケ、お、これは。これを解除して魔界の世界で最後のバトル行くのかな。 OK。 でももう新しい、あー、なんかあったね。どこだっけな。おや、お、死なね。強っ。ちょ、今吸収してるでしょうか、本当に。これで狙って、ほい。実はオートエイムだったっていうね。そしたら今日はね、
ここでユウ、喋った。そんなに驚くことはねえぜ。ちた付き合っていけよ。どうだい、魔空空間ってとこに行く気はねえか。生きて帰れる保証はねえけどよ。変なとこ連れてくな。それなりの褒美が手に入るって話だ。どうだい。今行ったら確実にセーブできないんで。じゃあな、また来いよ。またな。はい、ということで今日は強化して終わるかな。お、あ、コテ自体進化するんだ。あ、吸収量でコテも強化。なるほど。さっき赤いところがあったから、さっきね死んだからね、振り直しですわ。セーフ。あ、3でマックスなんだ。はいはいはい。じゃあ今日はここでセーブして終わります。はい、それではご視聴ありがとうございました。さよなら。